で今日はその受かる受からないという以前に最高を目指すっていうそういう考え方をこうみんなにもつけてもらおうかなって思って来ました。でまあ中学受験で言ったら最高って言ったらやっぱ奈良なので奈良を目指そうって気持ちになるんですけれども、まあ、今日はそういう、 こう考え方奈良を受けて受かって中学行った後にもこうちゃんとこういうことを考えてやってほしいなっていうのを今日はプレゼンでしたいと思います。結構僕がなぜ奈良にっていうそもそも何でどういう感じで行ったのかっていうのがあるんですけれども、こう僕何点差で合格した、6点差もギリギリのギリギリで、まあ、その時もその問題がちょうどこ う, うまく混み合ってこうめちゃくちゃできたって思ってこれは合格したって思って6点差ギリギリでと、こう 30% ぐらいいけるかなっていうギリギリのところで僕は受験をしていました。でも僕はあのなんで受かったかって言われたらやっぱりこう先生の池森先生も言うんですけど素直っていうのでこれしときなさいって言ったらちゃんとするごまかさずで、まあ、最後はそういうところが僕はこういけたんかなっていうのがあるんですけれども、やっぱり奈良ってあの僕は卒業生として目指してほしいなって思うんです。こういう、まあ、校門は結構豪華というか他の場所からちっちゃいんですけどこういう門みんなが一回見たことあると思うけどこういう門をしています。でも世間一般で奈良って言ったらどういうイメージみんな抱いてるかっていうと上から220人ってこう、まあ、浪人も含めてなんですけど東大92人、京大40人、短大こんな感じで、まあ、割と有名な国立大学に平均取っとけば受かるかなっていう、けれども実は奈良ってこんなところでこう面白くはないというか、まあ、これだったらただただ進学校だと思うんですよね。やっぱ本当に面白いのはどういうところかって言うと、まあ、これが僕の、高校3年生の時の文化祭で一番開いているのは僕なんですけれども、例えばこう生物学校について僕はあの国際で決めるで彼は最年少でなんかニュース検定を取って、でこう新幹線通学で名古屋から毎日来てて、その中でこう新聞3紙読むっていう毎日で読むっていう感じでした。でこれは生徒会長で全国生徒会、その全国の生徒会長が集まって勉強し合う会作ってる人とか、あとはディベートの世界大会も出てたっていう、でこれがテグっていう長なんですけれども、彼はその中学校の時にプログラミングでアプリを作って、でこう勉強と全然違う方向に行きたいって言って東大行かずに経営を大学に行って今会社を起こしてるみたいな、そういうのもあります。で、役が広めっていうのがそのテクの、一緒の会社を立ち上げたんですけれども、彼は高校2年生の時にこうあのプログラミングでかなり優秀で、ハッキングの大会に世界に出てましたし、あの高校2年生でも生物のコンピュータスバイオロジーっていう生物をコンピューター使ってやるみたいな研究のを夏にして論文出していたり、あとはその研究大会で日本であるんですけれども、それ の優勝して日本代表でアメリカで発表したっていう、そのもしてます。で、このタスク大盛りっていうのもすごく面白くて、あの物理オリンピック日本代表なんですよ。で、ディベートジンバブエ代表なんですよ。ジンバブエってどこやねんって感じでしょ。たまたまディベート世界大会で何度と一緒に行ったんですけれども、まあ、4人で行って3人しか出れないって言われて、急遽ジンバブエ2人だけでそこに混じるっていう。理系も文系もどっちもできるし、しかもジンバブエ代表っていう国違うと代表してるっていう、まあ、そういう変わった連中がいるんですよ。やっぱこう東大何人とかっていうよりもこういうのがやっぱ面白くて、でまあこういう連中がいると僕も入ってるところに言うのがあるんですけど、僕も最初は挫折しますよ。もう賢いいすぎ。でも僕もあの小学校を卒業して、でも入った時は6点差でギリギリで、でも勉強ついていけるかどうか怪しいなみたいな、もうちょっと勉強しないとついていけないんじゃないかなってめちゃくちゃ心配して、で受験終わった後はみんなこう一人について遊ぶんですけど、僕はあの中学の数学とかやってこうひたすら勉強して、で数学がすごいできるようになったと自分で思って、でもともとその中1の時にみんな数学オリンピックとか受けるんですよ、中学の生徒で。でそれ受けてなんかめちゃくちゃ勉強したのに1点差で全国大会出れなくて、でもそれでもこう中1で1点差っていうのはすごいんですけど、こうなんかすごくてこう1点差やったらよかったみたいな、で学校全部行くとなんかクラスで2、3人受かってるっていうので、もうなんか上には上がいるなみたいな、そういう挫折ができます。で挫折すると何が
いいのかっていうと、こいつと一緒のことでは勝てないなみたいな、まあ、そこで一本勝負でやるのも大事なんですけれども、じゃあ自分がこの集団の中で賢いやつがいっぱいいる中で特殊にやるにはどうしたらいいという、その周りから一歩こう引いてみるというか、まあ、一目置かれる存在にはどうしたらいいかっていうふうなことを考えてる、みんな違う全然違うところにこう勉強とかそういうことをするようになって、例えば僕の場合は生物が好きになって、で、まあ、そのまま数学で行くようなコンピューターにする人もいれば、もう勉強関係なしに運動に行く人や、もしくはその勉強じゃなくてこうアプリ作って、でそれでなんか社会に対する自分のアピールするとかっていうのが、やっぱり一番いいのが多様性なので、この後MIT の話もするんですけれども、アメリカとか大事なのは多様性っていうので、いろんなことをする人がお互い刺激し合って、で面白いな面白いなって、お互い足りないところをこう補い合って、で刺激し合って負けてられないなみたいな感じで、お互いを高めていくっていう関係がなればすごくあるように僕は感じました。でこの多様性があるから、みんなこう尊敬し合うっていうか、こう数学だけしかずっとしてないやつもこう周りから応援しもかかれる、運動からもあいつはちゃんとしっかり勉強してるのすごいな、でも勉強とかに限らず、単純にお笑いがめっちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いやつはその勉強がめちゃくちゃできる人と同じぐらい尊敬される、で足が速い人はそれで、まあ、逆説的なんですけど、その日本一勉強ができると言われている中で、逆に勉強ができなくて他のことができる人が尊敬されているという、そういうところがあります。でさっき自由って言ってくるところはいるんやけれども、例えば文化祭でこういう感じでみんなでもこうめちゃくちゃこう2日間に2ヶ月ぐらいずっと働いてこういう場を作ろうとして、僕もその踊り好きだったので文化祭飛んでました結構飛んだり、あとはその、まあ、科学ができたんで、で科学しようかって言って、こう科学の甲子園っていうその高校ごとのチーム会見、まあ、あればこう応援団っていって、高南高校とその定期戦が1年1回あるんですけども、そこで応援団をしてたり、あとはこう韓国で環境問題についてこう話すみたいなところでプレゼンしたり、で、まあ、生物勉強したんで、まあ、国際生物学校のティップっていうのに出て、シンガポールに行ったりしてました。好きなことして、それを熱中して極めることに対してすごいみんな得意っていうか尊敬しているので、こういう好きなことをできる、どんだけでもできるそういう場がなる。で、まあ、ここで卒業生としてやっぱり奈良にいてほしいなっていうのは、他の高校とか見てるとちょっと奈良は一味違うというか、こういう多様性とか尖った人に対して寛容であるとか、でそれが刺激し合ってさらにいい感じになるっていうのが見えました。で、また最高の人との出会いっていう、まだはやっぱり賢い人が集まるので、すごいいい経験ができます。で、ハーバード行きたいなってなった時に、で、まあ、言い訳として僕は帰国子女じゃないから、みんな海外行く先輩は帰国子女だし、こう行けないやったりとか、まあ、大学院からこう行ったらいいんじゃないかな、そのわざわざ学部で行かなくても4年間勉強して研究で大学に行ければいいんだけど、あとはまあ研究なら東大も強いしっていう、そういうまあいわゆる逃げてたんですけれども、でその時にその人との出会いっていうのがあるんですけれども、その1個上でハーバード行った楠木さんですね、先輩、その人もたまたま彼が奈良に帰った時に僕がこうするんですかね、会って、その彼がテレビの取材を、でテレビの取材の前で彼にカッコつけて、前なら半々で行けるみたいな、半々で海外行けるっていう意味なんだけれども、その半々で海外行けるっていうのを僕は鵜呑みにしたというか、半分乗せられて、あ、じゃあ行きますってその日に答えて、でそのまま行きました。で、やっぱり奈良じゃないとこういうすごい先輩でこんなこと言ってくれる人はいないし、やっぱさっき言った多様性とか周りにこういう尖った人がいないと、やっぱりその生物オリンピックとかも自分は全然行ってなかったんじゃないかなって思います。まあ、ちょっと今アメリカでどういうことをしてたかっていうと、MIT っていう理系では世界一番、まあ、こういう川沿いの綺麗なところで、でまあどういう大学かっていうと、もう長野さんに直端バーみたいな感じで、こう初日に行くとこうみんなローラーコースター作ってるみたいな、作って乗ってわーいみたいな感じでやって、ちゃんと勉強とかでもこういう、なんか僕は電子工学やったんで、こういう回路を作ってなんか動くものを作ったり、数学的にじゃあいかにこの回路を最適化っていうか、まあよく動かすかっていう勉強をしたりしてました。
まあ、やっぱりその僕が勉強する分、汗もしっかりしてそのメリハリつけたいなっていうので、こう例えばこういう僕の住んでた学生寮なんですけど、まあ、地下がこういうあのパーティー会場になってて、こう DJ キッチンみたいな感じで音楽をバンバン流してこう耳痛いんですよね。でこう踊ったりで、やっぱりこう勉強と遊ぶっていうのと、プラス僕は研究者になっているので研究もしっかりやって、でも夜寝ないとか、あの朝吐くまでやるみたいな感じで研究をひたすら続けて、あのこの前の、学会で僕は大学生で唯一とか、みんな教授とか大学院生とかなんですけれども、一番若いあの記者として発表して、で最優秀論文賞を取ってきました。ちょっと話を戻すと、君たちがこれから頑張らないといけないことっていうのは受験なんですよね。どういう勉強をしたら受かるのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。目標は自分です。自分の偏差値ここ、自分の偏差値ここで、目標なのはどうだったのかあるんですけれども、じゃあ目標を達成するためにはどうしたらいいか。で、これはシンプルに目標に向かって突き進むしかないんです。で、これは簡単に言ってますけど、すごく難しいなと思います。全員が死ぬ気で勉強して起きている時間ずつ勉強に費やせれば本当に全員受かる。ただそこそうじゃなくなる。で、やっぱその違いっていうのが、やっぱりこのまっすぐ生き切る人か生き切らない人かなんですよね。あの休憩時間を携帯いじってたり、なんか勉強してない人っていうのは最後の最後で落ちて浪人で、こうちょっと無理かなって言われた子もこう表情を変えて、もう雰囲気も変わって勉強してた子はやっぱり最後の最後で合格するんです。で、その方向性っていうのも、大事。こうがむしゃらに勉強し尽くすだけでいいのか、距離が伸びてても方向が全然合ってなかったら目標に全然届いてない。で、例えばこう例で言うと、あのちょっと甘えた考えで、こう分かってる問題が好きやから、解ける問題が好きやからって言って、自分の得意分野とか得意な科目とか得意な問題でこれ解けるって知ってるのをこうずっと勉強してて解いてもあんまり成長しない。逆にこう奈良の2日目の一番難しい問題、解説読んでも分からないのに、 これは勉強しないといけないって言って分かるのが一番いいんですけれども、解説分からないままとりあえずみんなもこうなんか進んでるから自分も分かったふりして読むみたいな、それで時間潰して勉強してみたり、そこをしっかりこう理解してないところは理解してないって自覚して勉強する、勉強したふり分かったふりとかじゃなくてしっかり理解する、そういうことができないと、やっぱりこう自分の努力の方向が全然僕に向かってないというか、あのごまかしたところは最後出てくるというか。で、まあ、じゃあどうやってその方向をまっすぐにするかっていうのなんですけれども、まあ同会の先生っていうのはこうずっと教えてて、で鳥居先生なんかも算数もずっと教えててすごくうまくて、やっぱそういうところはちゃんと分かってらっしゃる先生で、でしっかりその先生の言うことを聞いて、ここできないやっとけって言われたらしっかりそこをやる、そのただ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 問題こなすとかじゃなくて、しっかりその自分が理解してるのか、次同じ問題に頭真っ白の状態で解けるのかどうかっていうのをしっかり考えてほしいで、考えたらこうこの矢印がだんだん向けがあって、であとはもう勉強し続けるっていうところで、もう最後までゴールラインまで埋めます。今日のこの僕の話、最高の目指し方なんですけれども、やっぱりこう端的に見ると奈良中学最高を目指してほしいです。で、それに必要なのはさっきも言ったんですけれども、冷静に自己批判、甘えない、自分が知らないことは知らないって先生に教えてもらう、分からないって言ったら恥ずかしがらずに分からないって言って苦手分野を潰す。で、起きてる時間は勉強し尽くす、自分のもう後悔できないぐらいまで勉強をひたすら続ける、でそれも先生の言うことをしっかり聞いて、で自分のこうどうしたらいいかっていうのを相談して、でこれからもう目の色をみんな変えて、こうお父さんお母さん見てもあんたの日変わってないぐらいぐらいもう勉強し尽くして、あの自分に厳しくストイックにやってください。んなもん以上、はい、じゃあ一旦拍手。
じゃあ今からあの質問ができます。あ、はい、なると、まあ、ある程度こういろんな誘惑に打ち勝たないと、まあ、テレビですとか、マレスタスマホですとか、いろんなしたいこともあるだろうけれども、そういう誘惑にどうやってこう立ち向かうというか、そこからこう切り離して、我慢して、まあ、自分を成長していかなきゃ、どうやって奮い立たせていったのかというのを。これはあのスマホ、そもそも小学生も見てないんだけど、でまあ、中学校行ったらこう多分スマートがあるから、多分ここの半分ぐらいの人が結構敵になると思うんだけれども、あの一つ説明しておくと、スマホはあの見やすい形で出る現象であって原因ではないんです。で原因っていうのはやっぱりこうやる気ないとか、お勉強面白くないとか、なんかその無理やりやらされてるとか、そういうところでこうなんか、あ、つまんないな、暇だなっていうところにこうスマホがあればこう見てしまうじゃないですか。でそれを取り上げたところで次スマホに変わる何かを見つける、もしくはそのスマホを取り返そうと考えるみたいなところで、根本的な原因としてこう違うところがあると思うんです。でここは一応難しいんですけど、やっぱり本人がこうやる気を出す、さっきそのプレゼンの題名が最高のものを目指すって言うんですけど、やっぱりその最高のものを目指している人らっていうのは、あのその誘惑とか緩和する気もないんですよ。スマホとかやってるよりもこう世界一取りに行くみたいなことやってる方が面白いじゃないですか。それが、まあ、いわゆるゲームでいうと最高のゲームというか、なのでこう誘惑を断ち切るというよりは、その誘惑をそもそもされない何か信用一つ持っといたらいい。でそのさっき最高のものを目指してほしいって金田ちゃん言ったのは、合格したら金田ちゃんもあのここにいる人たちはどこの高校、あの中学校に入学しても、まあ、学力で言えば東大はもう簡単に入れるようにみたいな感じの学力でなるとどうなるかって言ったら、こう自分はあのそこそこちょっと勉強しておけば安定した未来がある、まあ、それはそれでいいんやけど、それだけじゃもったいない。じゃあ中学入ってダラダラこうして、こうとりあえず最後勉強して東大に行くのか、それともなんか、あ、俺はこの分野で世界一になりたいんだ、この分野で高校生の他のやつに負けない、もうそれこそ大学生にも負けないんだみたいな、そういうことしたいって言ったら、やっぱりなんかあのもう中学入ってたらやる気にも多いです。これだけはしよう、これだけはしよう、必死になって、そういう意味で最高のものを目指してほしいっていうのは、中学入ったのもこういう考え方をすると、やっぱりその周りとは違くなるし、で、まあ、あのもしかしたらここに帰ってきて MIT 行きましたみたいな感じでお見せするかもしれないし、そういう意味でこう最高のものっていうのがあるんですけれども、やっぱり誘惑誘惑じゃなくて、やっぱり真の一つで何を目指すっていうのがあるみたいなことで違うと思います。はい、テストを受けて受かったらどうしますか？その次のテストが分かるんじゃないですか？できなかったら、そのゴリラとか、なんか急に休めたりして、気持ちにすごい左右されやすいんですけど、それどうやって解決できるんですか？え、自分でさ、それ分かってるんやろ。じゃあ、あとはあれやで、ね、甘えてるだけやで、ね、ほんまに。自分でこれ、あ、俺寝てるわ、みたいな。調子回ってるわ。やること変わらない、勉強するだけやん、僕に。で、その設計が上がってさ。で、それ自覚してるだけ偉いと思うの、その、しっかり自分のこと分かってるから。で、そんなに分かってるのに、まだそれ続けるっていうのは、ただ名前出るだけだと思う。ほんまに受かろうとしたら、そんなことしてる気がないのか。あ、ここよかったら、勉強するんでいいわ。俺、すねるわ、みたいなさ。そんなこと、ほんまに合格しようとするやつか。そこは、お前は、甘いと思う。じゃあ、最後。そうですね。じゃあ、さっきも言った通り、最高のものを目指してほしいなっていうのは、受験に限らず、受験が終わったこともやってほしいです。で、最高のものを目指すってことは、かなり厳しいことで、こう、7も運よく受かったけれども、僕はこう、負け試合というか、
こう何かに落ちたりこう高く出なかったりって経験を何度もしてきてます。でも僕が今ここにいるのはそこでくじけずにこうひたすら最高のものをみんなとは違う一つ抜きな存在になろうっていうのを意識してこう行ってきたからです。で君たちが最初にするその最高のものを目指すための最初の試験というのがあのここにいるほとんどの子は奈良中受験になると思います。で正直な話厳しい勝負でさっき言ったその最高のものを求めるということは簡単じゃない、めちゃくちゃ難しい、勝つ子もいれば負ける子もいる。でやっぱそこを目指した上で君たちにはその覚悟を決めて、でもさっき言った通り目の色を変えてひたすらその決めた目標を最高の目標に向かって突っ走ってほしい。ただ突っ走るだけじゃなくて一つ一つ考えてほしい。今日高校でこう勉強して何がしたいのか、この模試を受けて自分はどういうことをうまくしたいのか、どういう自分の弱点を克服したいのか、そういうことをしっかり考えて一日も無駄にせずにまずは中学受験頑張っていてほしいなと思っています。はい、以上です。ありがとうございました。はい。